はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。プロ野球スピリッツ2010が続きアップしていきたいと思います。今日からは DeNA との3連戦ですね、DeNA 先発山崎、ジャイアンツは杉内という一戦になります。早速始めていきましょう。山崎、多分初めて対戦する投手になると思うんですが、ストレート151キロ、スライダー、ツーシーム、スローカーブ、そしてナックル持ってますね。変化球多彩で、ツーシーム、カット、チェンジアップと球種非常に多彩です。ジャイアンツの方のスタメンはキャッチャーは小林ですね。その他のオーダーはご覧の通りになっています。このプロ野球スピリッツ2015の高橋由伸でのスタープレイヤーモードの中では DeNA かなり苦戦してるんですけど、リアルプロ野球の方は非常に好調ですね。絶好調男中畑監督のもと今首位ですね。この動画をリリースするタイミングでどうなってるかっていうのはちょっとわからないですけど、まあ少なくとも上位にいるのは間違いないと思います。小雨がぱらつく横浜スタジアムです。ジャイアンツと DeNA の第21回戦です。早速1回の表、ワンアウトランナー1塁で高橋由伸の第1打席目。バッターボックスは3番高橋。現在打率は3割を上回っています。山崎の今シーズン、まずはストレート145キロ外角ボールになっています。今シーズンプロの仲間入りを果たしました。第2球はナックルですね。いやー、小宮山さん緊張感漂ってますね。空振りしてしまいましたけども、早く落ちてきたいですよね。そうですね。そして第3球、もう1球ナックル。セカンドの右抜ける。あのナックル多投してくるようだったらかなり遅い球なんで狙いやすいかもしれないですね。これで6試合連続安打、ワンアウト三塁二塁です。さあ、そしてバッターボックスには4番の阿部、得点圏打率2割6分5厘、まあちょっとイマイチな感じですけど、リアルプロ野球の方では阿部この前ようやく一塁に復帰してから初めてホームランを打ちました。当然狙い球を絞ってると思いますよ。プロ野球スピリッツ賞でもあまり状態がいいとは言えないかなとは思うんですけど、おっと抜けたか。ヒットになりました。三塁へ送球、サードランナーホームイン。ジャイアンツ1点を先制しました。ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。もう少し慎重に行きたかったですね。立ち上がりを攻められ、サード戦にうまく打ちましたね。あれが1回の裏、ベイスターズの攻撃です。バッターは荒波。1回の表ジャイアンツは4点取ったその裏です。この先頭バッターを出していきたいところです。坂本アウト、ワンアウト。杉内は無難に1番バッターを打ち取って、1回の裏は0点に抑えてますね。さて小宮山さん、バッターに対してバッテリーの思惑はどんな感じでしょうか。吉野が第2打席目を迎えています。そうですね、一発が怖いですから、やはり低め中心のピッチングになると思いますね。そうですか。さあ、バッテリーどう組み立ててくるのか。ここまで2球低めに決めてきてます。この高橋、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、率も残せて大きいのも打てる、パワーとテクニックを合わせ持ったバッターですね。なるほど、そうですか。これは動くボール。5球目は何で来るか。最後はズバッとストレートになっています。空振り三振。1回の表に山崎崩れて4点取られましたけど、その後は踏ん張ってますね。というようなことは可能なんでしょうか。どうでしょうね。ぼちぼちも。ただこれはスローカーブだと思います。下がっていく、入った、ホームラン。ソロホームランが出ました。うまく、これで3試合連続のホームラン。ためが効きました。初球でした。しっかりと引っ張られた。おそらくスローカーブ。十分警戒はしてライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。
タイミングが合ってましたからね。スローカーブですね。点が入りました。リード広げられています。さあ、吉野の次の打席は7回の表です。ワンアウトランナーに入ります。ピッチャー須田に変わってます。絶不調ですね。須田はここで広げられると展開が悪くなりますから、しっかりと締めておきたいですよ。このストレート低め138キロ、そんなに速くないですけど、コースが素晴らしくいい。ちょっと打てないというか手が出なかったです。ボールになります。シュートは低めで外れます。甘いボールを待っているはずですね。なるほど。さあどうだ、これは行ったんじゃないか。どうだどうだどうだ、いった。2打席連続ホームラン。ツーランホームラン。これがスライダーだと思います。高めに浮いてしまった変化球、強引に打ち返された打球はスタンドまで運ばれてしまいました。もちろん警戒はしていたんですけれども、ここでホームランを打たれ点差を広げられます。気持ちいいよ。ちょっと力みすぎてバランスが悪くなってるんですよね。残されたイニングはあとわずか、決定的な追加点になるかもしれません。いや、非常に気持ちよかった。吉野はもう退いてますね。試合の方はこのままジャイアンツが7対2で勝利したというゲームになりました。残念ながら DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。小宮山さん、今日はなかなか勝機が見出せないまま。この試合は初回のツーベース、その後2打席連続ホームランもあったし、うまく反応できたかなというとこですね。ちょっと能力上げられそうなんで、この後能力上げていきたいと思います。またこのおばちゃんだ。いや、もらえるものならもらいましょう。今のでファンが51人増えるっていうのね、驚きですけど。で、能力アップで足をまず上げましょう。守備を組んで肩、あとはパワーを入れて、これでいいですかね。そしたら第2戦いきましょう。 DeNA との第2戦、先発は高橋健太郎です。ストレート148キロ、高速スライダーにシュート、チェンジアップ、カーブ、カットボールに落ちるスライダーを持ってますね。ジャイアンツの先発は菅野、今やもう完全にジャイアンツのエース扱いになってますけど、その菅野が先発するゲームになります。ジャイアンツ今マジックが13まで減らしてきてますんで、早ければ1週間、遅くとも2週間後ぐらいには、このゲームの中での1週間2週間ですね、の間には優勝が決められるかなというところですね。高橋由伸の第1打席見ていきましょう。1回の表ツーアウトランナーなしです。2本を含む猛打賞を記録しています。ツーアウトランナーありません。まずはチェンジアップ、マウンド上内角低め、そしてキャッチャーは高城。ボールです。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。第2球どうだ、打ちました。甘いボールだったんですけど、ちょっとバットが下から出てしまって、センターフライですね。梶谷が抑えています。1回の裏、これからベイスターズの攻撃が、菅野の立ち上がり、
1回の裏 DeNA の攻撃です。昨日のゲームで打点を挙げています。3ボール1ストライクから、さあジャイアンツはエースが外れてフォアボール、フォアボールですね。3回の表、ここまで0対0です。吉永の第2打席目はワンアウトランナー1塁から、センターフライに倒れています。フォアボールのランナーが出ています。まずはストレート134キロですね。ボール球、これはウエストこそしてないものの、盗塁を警戒したかのような高めのボールでしたけど、ここはバッター球種を絞って甘いボールを待ってますね。なるほど、さあ何を選択してくるか。2ボール1ストライクとなって第4球です。この内角低めのストレートは厳しいコース、思い切ってインコースの厳しいところを使いですね。2になって第5球、キャッチャーどこに何を投げてくるか。このチェンジアップはボール球です。3ボール2ストライク、これはフォークか落ちるスライダーか。フルカウントです。インサイド弾き返した打球はセンターへ、シュートだと思いますけど、センター2アウト、2アウトランナー1塁と変わります。ジャイアンツが2点、番バッター先制点を挙げています。先ほどの打席は5回の表ツーアウトランナーなしで吉野部の第3打席目です。今日の先発ピッチャーはまずはストレート、高崎、内角に外れてワンボール、この2人の投げ合いとなっています。おお、第2球、これは落ちるスライダーかフォークかいずれにしても沈む系のボールなんですけど、引っ掛けてしまってファーストゴロです。試合の方はさらに1点取って3点リードしていますというところで、ピッチャーが変わって7回の表ツーアウトランナーなしで高橋由伸、ツーアウトランナーありません。引っ張った、これはスライダーですね。初球のスライダー、甘く入ってきた真ん中気味のスライダーをライト前に。由伸はすでに退いています。試合の方はジャイアンツがそのままリードを守って4対1で勝利を収めたというゲームです。敗れてしまいました。西さん、やはり今日他の試合結果、セリーグはカープとドラゴンズが勝ってますね。パリーグのはマリーンズとオリックス、ソフトバンクがそれぞれ勝っているという感じです。続いて DeNA との第3戦ですね、井川と大竹の投げ合いというゲームです。井川、ストレート145キロ、カット、スラーブ、サークルチェンジも、昔のような、ね、剛速球、投げ込んでくるようなそういうピッチャーではもうなくなってしまってますけど、先発は井川です。メジャーに行って帰ってきた投手というところでは、まあ今シーズンだと黒田、あとは全然投げてないですけど松坂ですかね、注目株は。松坂に関してはちょっと故障したまま全然もう開幕して1ヶ月以上、2ヶ月経ちますけど全然出てこないんで、ちょっと楽しみにしてたんで残念ですけど、まあ、これから怪我が治ってから期待ですかね。
フォアボールをきっかけにピンチを広げています。さあ一打出れば先制という場面。やはりピンチになると吉野は慎重になりますね。第1打席目を迎えてます。ノーアウトランナー3塁1塁で1球目はボールが、ここはできれば三振を取りたい場面ですね。そうですね。第2球はストレート144キロ。ランナーも走りにくいでしょう。バッターボックスの高橋、今シーズンランナースタート。第2球はカーブですね。ランナー走ってます。これでワンヒットで2点先制という場面に変わりました。ワンヒットで2点入る状況になってしまいましたね。やはり足があるというのは大きなアドバンテージということですね。はい、スローカーブが外れて、インコース来ました。このストレートは甘いストレートだったんですけど空振り。これで、フルカウントになりました。このピンチ空振り三振に切って取りました。最後のストレート空振り三振。ジャイアンツは1回の表ノーアウトランナー3塁2塁のチャンスなんですけど0点で攻撃を終えています。その裏 DeNA の攻撃は1番荒波、大竹が2ストライク1ボールと追い込んでいます。これは坂本が抑えているけど冒頭投げた。ショートのエラーです。これでノーアウトランナー2塁ですね。ただその後大竹も踏ん張って0点に抑えたようです。吉野村第2打席目見ていきましょう。ツーアウトランナー1塁、盗塁の指示が出てますね。これが1球目、走ってきた、キャッチャー2塁送球する、セーフ、盗塁成功。ツーアウトランナー2塁と場面が変わります。盗塁を決められてしまいました。坂本、足は速いけど、まあね、走ってくれたら分かってたんですけどね。ほとんど成功してますね。やはり走力というのは大きな戦力ということですね。そうですね。このスローカーブはファールボール、はい、そしてスラーブ、このスラーブは難しいところに決めてきましたね。打ちました。ここは打ち上げています。最後はストレートかな。ショートが構えます。打ち上げてしまいました。スリーアウトチェンジです。大竹と井川、正直打ち合いになるかなと思ったんですけど、ここまで5回0対0で来てますね。さあ先制のランナーを背負ったこの場面です。吉野の第3打席目はツーアウトランナー2塁1塁、先制のチャンスです。まずはツーシューム、微妙なところを攻めてきます。ストライクです。内角低め、厳しいコースに決めてきた井川。第2球はバッターの高橋、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあそうですね、ストレート138キロ、外角に外れたワンボールワンストライク。早打ちはせず見ていくタイプで、フルスイングが慎重に。このストレート今度は内角に外れてます。2ボールワンストライク。そろそろ甘いボール来るかな。これが4球目、外れました。142キロのストレート、ボール伸びのあるストレート。これでフルカウント、次が勝負の1球になります。ど真ん中の甘いボールだったんだけどな。当たりもそんなに悪くなかったんですけど、先ほどのシーン、セカンドゴロ。リプレイでご覧いただいております。正直もらったと思ったんですけどね、ボールが上がっていきませんでした。そして試合の方は動いてます。 DeNA が1点リードしてますね。8回の表、ピッチャーは岡島に代わってます。先制のチャンスだったんですがセカンドゴロに倒れています。岡島、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。どうだ、これは入るか。センターが取りました。2アウトです。センターフライ、平凡なあたりです。ただですよ、9回の表1点取って同点に追いついてますね。なおランナー2塁1塁で吉野、ピッチャー三上です。再度同点に追いつかれ、なおも得点圏に勝ち越しのランナーを背負った場面。チェンジアップが低めに外れてワンボールです。第2球は2球目は何で来るか。ファールボールです。
ストレートかな。さてバッターボックスの高橋、バッターとしてはどういう特徴がありますか。まあ、非常に柔らかいバッティングでどの方向へも強い打球が打てるんですよ。危ない危ない、外れてくるパス。スリーボールワンストライクから第3球はストレート、フルカウントです。さあバッテリーは何を選択してくるでしょうか。あ、危ない。次は自信のあるボールを思い切って投げ込めばいいですね。なるほど。うわー、最後はチェンジアップに空振り三振です。この回点は取られました。悔しいな。そして10回の裏 DeNA の攻撃はワンアウトランナー一塁、一塁ランナーは荒波です。バッターは石川、ランナー外れてフォアボール、得点圏にサヨナラのランナー、グリエルを迎えますね。ワンアウトランナー2塁1塁、これは帰ってくるか、帰ればサヨナラですが、バックホームするセンター前ヒット、グリエル今のバッティングに3これで、まあ、素晴らしいバッティングですね。ワンアウト満塁で筒香を迎えます。フォアボールを足がかりに空振り三振、前にボールを止まってません。このチャンスしかし打つことはできません。そしてカムラ、さあそしてバッターボックスには田村が入っています。いいバッターが続きますからね。空振り三振、ね、ランナー返すことができませんでした。そして、ピンチの後にチャンスありと11回の表ワンアウトランナー2塁で高橋吉野部です。ベイスターズフォアボールのランナーを得点圏に進められています。さあ勝ち越しのランナーを背負ったこの場面です。ストライクゾーンに入ってる。同じようなところに今度はスライダーです。そして120キロのストレートに空振り、このストレートは入りません。2エン2から5球がどうだ、これは勝ち越しだろう。勝ち越しのランナーが3塁を回った。タイムリーツーベースですね。セカンドランナーホームイン、甘いところに入ってきたボールを確実にツーベース。ジャイアンツ警戒はしていた相手なんですが、この場面で決まりましたね。試合の方3点11回の表に取って DeNA 最後の打者になるかというところです。そのまま出場している鶴岡、前回のゲームではチームに貢献する活躍を見せました。鶴岡最後は打ち上げてショート坂本が落下点でゲームセット、これで3アウト、試合終了です。残念ながら DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。ミスター両チームよ。はい、というわけで、DeNA との3連戦ですね。由伸の方も、今の試合でも貴重な貴重な勝ち越し点、勝ち越しタイムリーに上げることができて、まあ、活躍できたかなと思っています。その他の試合会場の結果はご覧の通り、カープとタイガース、ライオンズ、オリックスが勝って、ソフトバンクと楽天は引き分けてます。あ、そうか、大量にいいアシスタントさんね、入れてたのが今日で終わりますね。みんな最後にこやかに去っていくんですね。はい、というわけで、DeNA との3連戦を届けをさせていただきました。次回はタイガースとの3連戦をプレイしていきたいと思いますので、そちらの方もぜひぜひ応援よろしくお願いします。というわけで今回はここまで。